皆さん、こんにちは。1回目に続き、今日は第2弾として呼吸のことについてですね、その呼吸というのはどういうものなのかっていうのをちょっと思い出していただきたいと思うんですけど、あの時のお話ししたのは、まあ、ごくごく簡単な話でしたよね。息を思いっきり吸って、そして思いっきり吐く、これが実はなかなかできてないんだよねという話だったと思います。皆さん、演奏をしている時にどうでしょうか。ちょっと思い出してほしいんですけれども、空気いっぱい入っているかな、そしていっぱい出ているかな。さあ、そこのところを再確認してほしいなと思います。そしてこの呼吸、いわゆる息ですよね。この息、ちょっと洒落てしまうかもわからないんですけれども、今日はその息、この息という字は自らの心と書きます。自らの心、つまり意識しなければブレス、息はできないんだよということを頭の中にまず入れておいてほしいなと思います。これは、この息というのは実はどこから来ているか、そしてまたここにも書いてあるように、西洋の楽器、また西洋の音楽、これはとても息が大事なものなんですね。つまり息イコールブレスがとても大事であるということも頭の中に入れておいてほしいなと思います。この息についてでまず意識しなければならないことは、私たちの持っている言葉、日本語、これをちょっと思い出してほしいんですね。皆さん、幼稚園または小学校で、この息を使って簡単に言葉を話すっていう訓練をしたことがあるでしょうか。つまりそこはもう一歩先に進むと、ブレスの中から発音というものが出てくるんですね。この発音というのを意識したお勉強を日本語でしたことがあるかなと、考えてほしいと思います。多分ほとんどの人は発音の勉強をしたことがないと思うんですね。日本語はいわゆる発音を必要としない言葉なんです。ところが、この西洋の楽器または西洋の音楽というのは、この発音がとても大事な音楽でもあります、そして楽器でもあります。さあ、ヨーロッパで生まれたこの楽器はドイツ、フランス、イギリス、そこから生まれてきた楽器です。まあ、例えて言うならば英語ですけれども、この英語を勉強するとき、発音の勉強をたくさんさせられますよね。私たち日本人はその発音がとても嫌います、または苦手です。よく外国に行くと、その英語で喋っても、パドミンって言われたり、もう一回喋ってっていうことがよく聞かれます。これは発音がうまくいっていないから、その言葉を、何度も何度も繰り返し話をしなければいけなくなってしまう。まあ、実は私もね、もう若い頃に長くアメリカのボストンというところに、音楽の留学をしていました。その時にやはり最初の1年目は常にパドミンってよく言われました。何かを喋っても、お前の言ってることは何だか分かんないよということをよく言われては、だんだんそうやって言われると、どん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 声は小さくなってくるし、それから発音もできなくなってくる。例えば思い出してほしいんですけれども、 TH の発音、さあ、これは舌を前に出して、そして息を出すようなつもりで、スッとこうやりますよね。 I think so というふうなことを言います。日本人はどうやって喋るかというと、 I think so と言います、ね、みんなもそうだと思うんですね。さあ、その I think so という時に、実はもう一つあるのが、その発音を使うために息をいっぱい吸わなければ使えない部分がある。それは何かというと、お腹なんですね。つまり息を吸って、そして I think think、こうやってお腹を動かすことによって響きが生まれます。この
響きが生まれることで発音が成り立つ。これはもっといろいろな発音がありますね。例えば F、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 V の V、V、V、ね、R、R、R、L、何でもお腹を使う。こうやって日常の生活の中で言葉を使いながら息を一生懸命使って、そしてお腹を使う言語、これがドイツ語であったり英語であったりフランス語であったりというところなんです。まあ、そこからその人たちが使わんとする楽器が今皆さんが吹いている、ね、トランペットであったりサキソンであったりいろんな楽器、この間ねお二人の先生に来ていただきましたけれども、その中で常に言われていたことは息をいっぱい吸う、吐く、そしてもう一つは発音ということを言ってましたよね。この発音も全部この息とブレスから生まれてくる。さあこのブレスからもう一つね、先の話をするとイコール歌を歌う時に、この歌というのもつまりは私たちの一番この地球上で一番素晴らしい楽器なんですよね。これもよく聞く話だと思います。この声帯、こうやって響かせる、今私が話をしているのでも息を吸ってはい、この声帯っていうだけでもう響きが違いますね。先ほど僕が喋っている響きよりも今の方が響くと思います。お腹をちょっと意識しなければもうこんな感じですね。まあ皆さんのスマホとかで分かるかどうかわからないですけれども、ここにあるこの部屋、この部屋を響かせようとするといっぱい息を吸ってお腹を使って体を響かして、そして声を出す、歌を歌う。さあこの歌イコール、あちらにも書いてあるように楽器なんですね。先ほども言いましたように響きから生まれてくる楽器なんだけれども、歌、歌と楽器の間には体というものがあります。この体っていうものがイコール響いてくれないと、響くものでないとこの楽器は響かないっていうことです。このことがとても大事である。日本人ができないって言ってるんではなくてね、日本人もその意識をしなければいけない。ただ彼らは小さい時からその意識をしてきて、意識っていうよりも無意識のうちにその発音をしなければいけないから息を吸い、お腹を使い、しつこいですけれどもそのことを私たち日本語では残念ながらやってこなかった。周りには結構大きな声を出す人がいるかもわからない。だけど通常みんなが授業を受けている時だって当てられたらちっちゃな声しか喋らないだろうし、何かをやろうとしてもそんなに大きな声で喋ることではない。むしろ日本語というのは下に下がったものではなくて上のここから先で喋る言葉で相手に通じるからなんですね。日本語がダメだとかそういうことを言ってるんではなくて、相手に簡単に通じる、しかも語順はあるわけで、その言葉を駆使しながら相手には響かなくってもいろんな自分の意思を伝えることができるわけです。ここが一番のポイントだと思ってほしいし、あなたたち皆さんが外国のように息を吸い、お腹を使う発音をしてこなかったっていうことは、いきなりこうやって中学校からまたは小学校の高学年からかもわかりません。ね、管楽器を、木管楽器、金管楽器。まあ、これ今実は
私が言ってるのはもう一つは打楽器にだって大事、それからピアノにだって大事、ね、歌はもちろんのことで、どの楽器においてでもそのことが大事であるってことをぜひ分かってもらいたい。ここのところが分かった上で次の第3段に移りたいと思います。このことを今日はねぜひ聞いてもらいたくて、私が一人で皆さんに提供した次第です。これはあくまで私の経験上のことです。アメリカに行って、そして私がそうやって息を吸う意識、それから体を使う意識、お腹を使う意識、このことを1年間頑張ってやっていったある時、皆さんと喋っていて、お、お前英語が上手くなったなって言われたんですね。何も上手くなったわけじゃない、ただ響きがそこに生まれてきて、相手は響きで捉える言葉を聞いてくれたんですね。そのことによってわーっと自分が伝えたいことが相手に伝わるようになった。本当にとても嬉しかった。ところがもう一つは、その1年後に自分の楽器の音もものすごく変わったって。その変わったことの一つは、大きなホールで自分自身が演奏しても、それまでは遠くに飛ばなかった。よく飛ばないっていう話をされると思います。特に吹奏楽の時にはね、遠くを意識してとか、体をしっかりととか、いろんなことを言いますけれども、自分の声が変われば、声が響けば必ず遠くに飛ぶんだ。1年後にそうやって演奏した時に、お前の浅野の音はすごく飛ぶようになったぞ、喜んでもらえた、また僕もものすごく、嬉しかったことを覚えています。こういうことなので、じゃあ簡単に言うと、日頃から響かせる努力をしたらいいじゃないのっていうことですよね。さあもう一度言いますね。息を吸って、そして大きな声を出して、お腹を使いながらということなんです。さあその次の第3段では、じゃあ具体的にどうやってそのことを勉強すればいいのかということをお話ししたいと思います。今日はこのぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。